旅立ちのメロディー超ドリカム3日間0万円生活おー気づけないけど昼飯抜きロケドリカム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 あ、もやせもやせやばいやばいマジでやばいレッツミスタークッキングいるまだまだまだ何してんの何してんのジェラードはい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 ベチョベチョよりはまだマシになってきましたほら豚丼でございますうわぁぁぁこちらの企画は今回は0円です。いやーもうどうしてもいいでしょ。しかも夏は2泊3日だったんですよ、うん、今回は3泊4日という正真正銘の3日間過ごしてもらいます。増やしちゃったんだ増やしちゃったあの動画ねありがたいことに前編100万再生、はい、後編も70万近く再生されてます。みんな苦しむところを見たいんですよ。そうだよね、俺らも苦しむ企画をやってさ、見てくれてるみんなを喜ばせてしまったのがさ、あだとなってるよね。いや、それがどこだよ。俺らの罪だよ。さあでね、まあ、今年2021年ガキツカがないんですよ、うん、そうなんよ。だから僕らのチャンネルでガキツカ感を楽しんでもらえればなと。確かに。そういうことだよ。そして今回は笑うの禁止です。え、は嘘です。びっくりした。笑うの禁止で笑うの生活だったらお前まあ今いるところなんですけど、僕たちは宮城県に来てます、はい、今回宮城県の本当に超ど田舎です。街灯マジでゼロだし、はい、今もう外出たら自分がどこ歩いてるか分かんないです。分からん、マジ分からん、本当にそのレベルで。ここの管理人さん曰くイノシシが出るのでみんなで歩いてくださいともうそれほど超ど田舎です。分かるでしょ、なんかこの雰囲気で端っこが全然ぐらいやん多分この背景は。前回コテージだったんですけど、今回古民家で3日間0円で生活してもらいます。おいで、まあ0円って言ってもね、0円はもう生活できませんから。そう、死んでも死んでも。ルールを前回と変更させていただきます。今回は自分の家から好きな食材を一つだけ持ってきてもらっています。だからなんだ。だから合計で6つの食材があります、うん、その6つでこの3泊4日を耐えしのぐということでございます。だからもう持ってきてるんで実質0円です。まあそうだよね、カレー使ってないもんね。前回はもうみんな安いからもやしばっか買って、もやし料理ばっかなってて、確かにそれを避けようって考えた挙句こうなりました。なるほどね、はい、まあ皆さんには食材おのおの一つ一つ持ってきてもらってるんで、はい、まずはそちらの食材発表をしてもらおうと思います。はーい、重要だぞこれ。ちょっと俺マジでねラッキーだと思うよ。俺もね昔から重宝されてるものを今回お持ちいたしました。俺もこの季節やから買ってたもの。おー、いいね。じゃあちょっと食材の発表していきますか。はい、じゃあ誰からいきます。こういく、こういく。あ、そうしようか。あ、そうするか。ではまずこうが持ってきた食材発表の方よろしくお願いします。じゃあわしが持ってきた商品はこちらでございます。ババン、佐藤のご飯でございます。待ってお前もう争いを作ろうとしてるやんだよね。違うのよ、5個しか入ってへんで。うちに住んでる人の数を数えてみて、10食も買わないもん。うち5個プラス1とかあるやんか。それはばあちゃんに言ってばあちゃん買ってきたやつだから。しかもお前銀シャリやないかい。うちはええやつ買うから。これをね1人1個食べようが、まあ分けようが、そう5食分けようが、まあそれはみんなの采配に分けるということで。だから争いを生まないように協力していこうね。こんな別にまとめて6個6等したらいいだけやん。まあそうやな。はい、ということでこう佐藤のご飯でございます。これはありがたい、うん、では続いて島袋。はい、今回オイラが持ってきた食材はこちらです。たったかたっかたー、おーおー、卵ー、卵ー。前回なかったよな。ない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 、卵なんか貴重食材よ。そうですよ、超連れてきた。あーあー、お前しかもただのさえ不器用なのやめろは
はい、というわけで島袋卵でございます。いい、ナイスチョイス。ラッキーラッキー。じゃあ続いて僕言ったじゃないですか、この季節だからっていう、それがこちらです。お餅でーす。でかい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 。これはさっき、すごい腹持ちええぞ。生切り餅。生切り餅ってさ、なんか食べたくなる名前じゃない。スキスキビ。若干スキビ入っちゃう。はい、僕お餅でした。では続いてヒロト。心配です正直。いやだから心配されると思って無難なやつ持ってきたのよ。そしたらかぶっちゃったー。卵ー。まあ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 、俺は命的には助かるんだけど、動画的にかぶっちゃったからね。しょうもないお前ら全員今んとこ。ちょうどええがな、お前。ちょうどいいよ。ちょうどいいよ。いや、お前言うね、溶けてんだから前回。そうだよ、まあ、菓子パンみたいな。だから前回の罰としてお前は佐藤のパン抜き。はい、はい、無理です。じゃあちょっと水出してもらいましょうか。はい、僕が持ってきたものこちら、ダン。半分使ったお肉大丈夫だから言われないって食い刺しやね。いやお肉あるのでかい。食材的にはでかいな。ガチででかいと思う。はい、ハンコお肉でございました。はい、なんか俺一番つまんないかもしれない。ちょっとちっちゃい、ごめん。ちっちゃい、そう、結構ちっちゃめの買ってきちゃった。何よ。僕が買ってきたのはこちらです。白菜白菜白菜。マジ赤から鍋超やんだよ。うん、やつやんか。やってたね。で、それでたまたま買ってて、でまだ使ってなかったから、これ持ってきて。一番でかいやん。ここに来て野菜はでかいな。うわー、いい。はい、ということで食材が出揃いました。はい、佐藤のご飯、卵2個、生切り餅、豚バラ、白菜でございます。よしよしよし、おー、いいんじゃない。バランスがいい。これいいと思うよ。さて、これを4日間持たせるほど約10食分ぐらいやんな。4日間。前回と同様、調味料系は全て使います。あー、それはでかい。で、今回プラスで助っ人商品がございます。お、今回はですね、小麦粉が無限に使えます。あー、まあ神だ。これ以外の食材は絶対に買ってはいけません。はい、水はもう無限に飲んでもらって大丈夫です。はい、今回チェックインしたのが4時で、この季節なんでもう真っ暗なんですよ。いや、真っ暗。今何時ですか。言うてる間に6時52分です。やばい、うま、あっという間。なので、まずは前回と同様、晩ご飯を作らないためなんですよ。そうだ、そうだ、そうだ。さあ、一発目、うん、晩ご飯作りたい方はいますか。僕行きたいんですよ。お言葉に甘える。いや、甘え甘え。全然そう、頼む。え、一人でいい。助手がいる。ああ、助手ありきね。助手あり。じゃあ選んでもらっていいよ。料理うまい人と一緒にやりたわけよ。はい、まあ多分ね、ルームツアーもしなきゃいけない。そうです、確かに。で、ルームツアーやっぱ面白い人じゃないといけない。で、料理がうまい人が欲しい。人しかいないでしょ。そうですね。島袋でお願いします。ああ、じゃあ一応面白いブレに入ってるんだ。いや、お前マジ面白いでしょ。それは気につくぞ。1日目の夜の晩ご飯はハン君と島袋ペアに。おっしゃー、バランスくらい頼むぜ。ということで、ここから3日間0円生活が始まります。いやー、いや、では早速やっていきましょうか。レッツ。はい、ということで、ハンモッククッキング、やっほー。チャカチャカチャカチャ。この生活は節約が大事なわけですよ。そうですね。切り餅と砂糖のご飯があるんですけど、はい、今回使いません。おー、使う。これやっぱ温存しときたい。はい、今回使うのがこいつを使っていきたいと思います。うわー、ちょっと上のライト気にしないでください、お願いします。これちょっと知らないですね。はい、はい、ということで早速料理していきたいと思います。はい、ということで僕たちはルームツアーの方やっていきたいと思います。見たら分かると思うんですけど、外は真っ暗なので、あの、外観は明日の朝ぐらいに紹介したいと思います。はい、ということでまずはこちら玄関です。見てください、この広さ。無限の広さ。ドッジボールできそうなぐらい空間あるもん。広い広い。ここだけで多分 YouTube やったら企画できる。できるな。できますね。こういうね、昔ながらのあれがあります。で、これ灯油とか、あの、全部自分で入れてストーブを炊くって感じで、これが玄関になっております。はい、で上がっていきますと。じゃあ片っ端から紹介していきます。まずこちら、はい、こちら洗面台となっております。こんな感じで、うん、こっちがお風呂です。わかる。この昔ながらのすごお風呂です。寒そうだな。でも寒いよ。で、次こちら、いろりですね。そうだね、見れないよ。ごで、こちらトイレですね。こっちは、はい、トイレはこんな感じ。はい、入り口はこんな感じですね。はいはい、ここがね、いいんですよ。めっちゃ大きい机にみんなでここでご飯食べれるようになってます。はい、まあ、ここにも、ね、冷蔵庫とか物を冷やせるようになってます。水がいっぱいあります。
はい、次こっちくつろぐスペースです。見てください、さっきオープニング撮ってたとこですね。広い。これガチで落ち着くわ。あったけー、こたつがあるんですよ。あったけー。で次こっちもある、こっちももうくつろぎスペースですね。はい、テレビがない分ね、こうやってプロジェクターあるんですよ。さすがに暇になっちゃうんで、僕ら暇だったらこのプロジェクターにスマブラ映し出してみんなでスマブラやるっていうね。うんうん。で次まだ全然部屋あるんで、次こちら、これも寝具とか収納されてるとこかな。うん、はい。で、まあ戻りまして、で、続いてこちら、ちょっと暗いんですけどキッチンです。あ、お邪魔しますすごい、なんかここ厨房っぽい。で、キッチンがこんな感じになってます。はい、で、続いて2階です。2階もすげえ広いね。ほら、もう雰囲気すごいでしょ。ほら、2階こんな、え、屋根裏部屋みたいになってるやん。そうなんです。広いけど低い。ここでもう寝ることができるそうです。ラスト、なんか秘密基地らしい。じゃあヒロト、俺ここ行きたくないから行ってきて。それでは行ってまいります。うおー、怖いけど行くわ。何してんの。電気つけますよ。ほんとのこれぞ秘密基地って感じやん。わかるかな。うわ、やばっ、ジブリやん。ほんまの屋根裏部屋ってやつやん。なんかバイオハザードみたいじゃない。いや、ちょっと盛り上がるね。おーおー、すごいな。すごい、うん、これだけすごいな。うん、じゃ一回さ、真っ暗の中ちょっと待機しよう。無理、ほんとお願い、お願い、マジで無理。いけるやん。だってお前こん無理。いきますか。無理なあ、マジで無理。ガチ怖いねんけど。さっき誰も上にいなかったのにキシキシ。無理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 。いけるそうやってやってると多分来るよ。は？あ、ごめん、これ本当に無理だ。あー、待って待って、本当に無理、本当に。あー、おー、誰？ということで部屋紹介こんな感じでございます。はい、はい、あとはあいつらがご飯作ってくれてると思うので、はい、それを待って食べたいと思います。はい、では晩ご飯組に価格チェンジしたいと思います。ドン。あれ見た、ゼロ円生活みたいな、黄金伝説やなと思いながら。はい、ということで一緒に進めていきたいと思うんですけれども、はい、今回使う食材はこちら。おお、早速肉ですか。そう、少々ね、これちょっとと2つか3つぐらいかな。ということでまず小麦粉をね、こうぶちまけてもらって。はい、え、めっちゃ使いますやん。無限に使えるものを使わないと揉め事で争いが起きて餓死する人とかいるから。ということでこれにちょっとずつ水入れながらこねていってください。おい、待っとる待っとる。もう待っとる。足かかった靴下ずれんげるやん。白菜終わりましたと。肉だよね、どれぐらい使うか。本当に貴重な肉ですな。こんなもんにしよっか。ということでね、今回実はほうとうを作りたいなの。おお、なんか聞いたことありますよ。丸めて、はい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 、うどんチックな腹にたまるようなやつを作っていこうかなと思う。賢いってなったら汁が必要なわけよ。なんで今回汁を作っていきたいと思います。お出汁ですね。お出汁、お出汁。うわ、もううまそう。そしたら本出汁でね。ということでこれを火にかけていきたいと思います。ということで肉をぶち込みます。ドカーン。よし、茹でていくぞ。こんな感じで茹でていきます。できたのでちょっと、ね、盛り付けをしていきたいと思います。よし、ということで盛っていきたいと思います。さあ、ということで部屋紹介も終わり、晩ご飯ができたそうです。やったー。ゼロ円生活一発目のご飯は何なんでしょうか。お待たせいたしました。すごっ。なになになに。想像以上。想像以上や。すごこれ何ですか。うどんほうとうみたいな。おー、ほうとうか。小麦粉使ってんの。小麦粉です。これ食べてみてよ。いただきます。いただきます。いただきます。うまっ。うまっ。あったまるわ。うまいし。この価格に合ってるわ、めちゃくちゃ。この家で食うべき料理やな。米があるのがまだ救いだわ、ほんとに。でしょ、ね、ありがてえわ。いやもうさ、これ小麦のね、生産の時間がかかりすぎる。6人になると、絶対におかわりかかる。まあ、確かにそれはそうだわ。あー、美味しゅうございました。ありがとうございます。美味しゅうございました。お腹すいた。中途半端やな。ちょうどよくお腹ちょっとすいてるみたいな。これがこの企画なんよ。多分ね、12時ぐらいになって寝ようとした時に辛いね。
12時やな、12時やわ。でまだこれ始まったばっかですから。いやそうやで、うん、だから田舎で何して遊んだらいいんやろっていう。まあ遊ぶことはないだから外出れねえしな何すんのこっからマジで。なんかいろんななんか遊び道具とかあるからということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、ご飯も食べ終わって、することないんですよ。はい。田舎なんで。うん。そのため僕らスマブラ持ってきたんですよ。おぉ。はいはい。ただ、コントローラーが車に忘れてきちゃったんですよ。おぉ。え？え？本当なの？ヒロと。あれ？なさし？バカ言ってんじゃねえよ。で、ここの管理人さん曰く、イノシシが出るので、みんなで歩いてくださいって。危険だからさ、夜道一人歩けたらつわってんだよ。じゃあイノシシの怖さとかじゃなくないね。夜道一人で歩けへんや。その上イノシシもいいんだよ。だからダメなんだよじゃあさ、選択肢あげるよ。選択肢あげるよ。優しい。黙れ。だからセットだ。イノシシに襲われる可能性が 1% あるぐらいの夜道を歩くか、ガチヤマの肘が顎に止めるか。無理。なんで俺だけさ、みんな体張らなきゃ。一生やで。じゃあ助っ人いる？いる。まあその人は了承するか分からんけど、いやまあね、まあ、お願いしてみれば誰でも、ね、俺でもいいし、こうで、おー、一番暗いところに適性があるなんかそれ俺がネクラみたいな言い方してる。あーもうやだ、違う違う、もうやばい、違う違う、変なこと言うからさ。第2候補は島袋理由は暗いところに次に適性があるから。あーまた俺ネクラがもう最悪や。理由を考えないといけないよね。なんで学ばない。学んで一回でそこ開けてみ。真っ暗や、見えねえ、何も見えん。ヒロと長いこのくだり、まあ行けばいいんだろ。便利な言葉だね。先にナイトモードしとこ、焦るから。助手席の下にあるわ。なんで下に置くんだよ、そんなとこ。分かりにくいとこに置く。ちゃんと通ってよ。ちゃんと通ってる。あーこれ無理だ、ガチ何も見えねえじゃん。いや無理かもしれん。今変なことしたからだよ。やばい、いや、やばい、一旦車に回避します。今ちょっと田んぼの方でガサガサっと音が聞こえてめちゃくちゃ怖かったです。もうこれダッシュしていきます。はい、持ってきましたよ。イエーイ。じゃあスマブラは明日。あ、明日何でしょ。ということで、あれから1時間ぐらいダラダラしてました。でもお風呂が沸きました。はい、なのでお風呂入る順番を決めていきたいと思います。いや湯船はね、入るごとに汚くなっていきます。でもこれちゃんと体洗ってから入るやろ。前回のこの企画の時に、うん、こいつ体洗わないで入ってましたからね。なーに、もうええやん、過ぎたことやねんから。パー今の俺に逆らえるやつはいなーじゃあお風呂入りゲームしたいと思います。今からトランプ1枚引いて、数大きい文字に入ったらいいんじゃない。そうだね、いいね、シンプルにね。で、絶対湯船には浸からないといけません。え、もうやめようや、そのルール。いや、俺マジ入れなかったのに。シャワーでいいやん、マジ余計なこと言わんといて。もういいとってじゃん。ジョーカーが最強ね。ジョーカー最強で、もっちゃんは嫌だな。ヒロとも嫌や。でも俺ユージ口だけやから。でもだってコウが一番だったらワンチャン湯船に尾てい骨とか転がってたりするんじゃない。尾てい骨じゃ誰か行く。お前ほんま臭い、マジで。お前ねー、お前いったつまだい。一人ずつ行くか。でも俺じゃあ先こう行ったからこう行く。せーの、せーで、ドン。あーしゃー、お前多分最後だな。じゃあ行きます、せーの、ドン。なんだろう、真ん中ぐらいから。頼む頼む。スリー、ツー、ワン、ドン。うわー、今度やるな、今度やるな。いやーやー、頼む。せーの、ドン。うわー、クイーン。ここ問題、マジだな。せーの、バンバンバン。
7お、ヒロと、じゃあヒロと一緒やな、俺。あ、一緒やね。ヒロと一緒や。一緒一緒一人で入るんか。これ7引いたら3人やで。これ5引いたらコート2人やで。あ、コートコートせーの、はい、はい、はい。もうえぐっ、もうさて、そう、一人で入ったらさ、なんかもうこれには負けるから、負けるから、じゃあ残念で仲良く入って、みんな行くぞ行くぞ、早くお前たち、なんで来ないんだよ。おい、ヒロト、GoPro 持て。あいつ、キモい、マジであいつら持ってんな。あいつら、マジで持ってる。ありがとう、最高の撮れ高。うざっ、マジで初日の撮れ高、バッチグー。まだまだまだ何してんの、何してんの、ヒロト、赤ヒロト、ちっちゃい女の子、ヒロト、はい、ということでこの3人が今からお風呂に入ります。はい、命の湯じゃんけんせの、誰が先に入れるかじゃんけんせの、せーの、せーの、最初に、はい、おわーって、一旦全員こっち入ろう。さあ、早い、一回静かにしよう、早く、一回静かにしよう、ちょ、まあ、うるせーよ。やばっねえ、よっしゃー、よっしゃー、冷たい、冷たい、冷たい、入れ替わったやつ、入れ替わらない、こう風邪引くで、あっ、もう高い、すごい、あじゃあもうヒロト交代ちゃう。3人だとやっぱしんどいね、1人で。確かにこうなった場合が一番。本日未明、宮城県のとある風呂場で未確認生命体が発見されたと通報が入りました。ちょっと待って、今今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 今じゃあヒロトさん、背中洗ってあげます。ヒロト洗ってあげます。せーの、わっさわっさわっさ。え、こうシャンプーうまいわでしょ。うん、お客さん動かないよ、お客さん動かないよ、動かないよ。はい、ということでお風呂どうでしたか。いやもうね、気持ちよかった、気持ちよかった、マジでこう、うん、ちょっと思いました、僕もうご飯食べてから5時間ぐらいよ、え、腹減った人、腹減ってる、ここで夜食を。ああ、これが夕食よ、なんなら。うん、そうね、さっきの昼ご飯、まあまあ時間的にはあれやけど、ただ4日過ごさなあかんやん、食材は大切なわけですよ。ここで食べれるのはこのメンバーの半分のみです。半分死ぬやん。じゃあもうそんなことあんの。どうする、トランプにする。今日はトランプでいいと思う。今日はトランプで、トランプで低い人3人が食えない、それにしよう。俺これね、俺これ、俺からいく。はい、オッケー。俺が引いた数字はこちらです。よっしゃー、うわー、なんか流れあります、これ。俺がお前を見せに行く。ダーン、うわー、12、ありがとうございます。ほぼ8角や。ジョーカー頼む。俺こういう時引いてんだ、いつも。俺の数字はこういう時だ。あ、こいつだ、あ、こいつだ、あ、こいつだ。あれって、うわー、うわー、うわー、ポンポン、恐ろっち、恐ろっち、恐ろっち。行くぞ、行くぞ、行くぞ。せーの、せーで、ドン、あー、まあ、安牌じゃない。やばい、うますぎる。いや、せーの、せーで、じゃん、よっしゃ、確定よ、俺。確定や、確定。お前が1だった、4以上か、4以上か、4以下だね。俺が引いたんですよ。こちら、ドン、おーわー、バックです。うわー、すごー、マジで。お前ら最悪。風呂一緒に入って飯食えんか。ということで、島袋と僕とハン君が獲得でーす。最悪な組み合わせやん。まあ、食いしん坊とバカ2人。やってた。ここで改めて言ったけど、本当に頭使ってね。3つあるんだから、脳みそ。機能がバカとバカじゃない方の左脳と右脳で、分かる分かる分かる。もう本能に従った方がいいと思う。そうだよ。もう中途ポンコツやん。はい、ということで僕たちはお餅を食べたいと思います。何個いくかですよ、これ。1個とかしょうもないよ。じゃあ1人2個、1人2個だ。うわ、肉もあるで。これ豚バラ巻いたらうまいで。うまいでー。うまいでー。怒られそうだからね、俺。じゃあちょっと焼こうか、持ち上げていきましょう。焼いていきましょうか。これ僕らのじゃないですからね、これ。それ、これはこの、ここのなんか電子レンジの中に入ってる。これは持ち上げていきます。はい、いいね。あ、ついたみたいな。はい、ということでお餅が焼けたのでオープンしていきたいと思います。
どーん。うわうまそう。うまそう。うまそうだ。うわー、いい焦げ目。しゃ、食べようぜ。食べようぜ。食べていきましょう。さあ、お餅ができました。ありがとうございます。よだれが止まらんから食べていい。食べていいよ。うん、これやばい、ガチうまい。これは朝まで持つでしょうね。ね、腹持ちいいから。お前しゃべれ。腹減りすぎた。あーもうダメだ、これ本当のやつだ。さしばし、何ですか、食べれないからって寝だめですか。ざまあ見ろ。お前それで前回バチ当たってるの覚えてないの。お前お好み焼きのやつでさ、俺らに渡さずにお前がルール違反で全部食って、それ以降お前は飯を食えなくなったこと忘れたのか。思い出しました。今ので全員的に回しましたね。はいはいはい、はい、あの時は助けたのにな。あれ？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 え？いややっぱ冬っていいよね。ガチでいいと思うわ。でしかもこういう雰囲気。消しゴムみたいなの。絶対美味しくないって。うわうま。いや絶対美味しくない。もったいない。だってほら思いのほかちょっと一口も小さいし。無理してるから伝わってるよ。ごめんなさい、これはボケ使ったんで、明日誰か食べてください。大学の会。じゃあもう今日はね、もう何時ですかこれ。12時41分ですよ。最後に一つだけ決めないといけないことがあるんですよ。何？明日の朝ごはん担当です。いやもういいやだよ。前回一人だって。二人です、一人です。でも犠牲は一人でいい。そう、一人でいいか。マジ二人です。二人がいいな。じゃあ朝ごはん担当二人でいきますか。よっしゃー。朝一じゃんけんじゃんけん、はい。はい、こうでしょ。おやすみなさーい。朝飯じゃんけんじゃんけん、ほい。はい、行こうでしょ。いやーやっぱダメだったの、天罰だよ。犠牲者にしようとか言ってたから。俺は言ってません。俺か。でも、このペアは一番望んでるけど。いやマジで誰もが。明日は朝ごはんの時間10時です。10時にはこの食卓に朝ごはんを用意しておいてください。でこれ前回同様、寝坊した場合その日の飯抜きっすよね。そうですよ。最悪。作ってる人は絶対寝坊しないようにね。やばいよなこれな。じゃあ今日はもうあと寝るだけなんで、はい、とりあえず布団引きましょう。はいはい、ヒロトは屋根裏部屋。無理です。何？はい、ということでこんな感じで布団引き終わりました。寝て明日に備えましょう。はい、じゃあ枕がふわふわなんよ。えぐっしょ。あーガチャバパス。いや、ロードの前が見えてない。ロードの前が見えてない。田舎に生まれ田舎育ち田舎をこよなく愛す、そう、我の名は君の今イグダン。いやいや、あのヒーローじゃない。やつの弱点は視界だ。視覚に入れ。行くぜ。やいたやばいやばい、固められた。タップし席替えお願いします。まあ明日もね、やらないといけないこといっぱいあるんで、皆さんちゃんと起きるようにね。ちょっとこいつうるさ。思考思考レーダー鏡。ということで1日目これにて終了です。おやすみなさーい。おやすみなさーい。な、あいつの目。今が一番近未来まで。うざ。皆さんおはようございまーす。イルメシルキロケ。ということで、オープン、バーバー。ゴリラお兄ちゃん。勝てんのこれ。おー、いった。豚丼でございます。うめー。関節割り。さあ、燃やせ燃やせ。うまそう。うまそうやな。私たちここにいて